皆様、カイロの子はカイロですか？この絵をご覧ください。カイロの子のカナジがピシャクチに似ているのでボタマジャクチと言います。ボタマジャクチは親とは似ても似つかない姿ですが、成長すれば親と同じようなカイロになります。人間も子供は大きくなったら親に似てくるものだという意味ですよね。私の父は空軍のパイロットでした。私は子供の頃飛行機が大好き。父はかっこいいな、将来私も父のようになりたい。そして空軍小学校から空軍になる道を進んできました。残念ながら空軍の高校入試で視力不足のために不合格。カイロの子はカイロになる道を失いました。しかし私は本気で父のようになりたかったのでしょうか。自分でもよく分かりませんでした。父はタバコが大好き。私はタバコの匂いや煙が大嫌い。父の身長は165センチ。私はもっと高くなりたい。それでバスケットボールのチームに参加したいことを父に言ったとき、父はそんなことをすると勉強ができないでしょうか。ハサミを持ってきて私のボールに突き刺し破いてしまいました。父、厳しすぎるな。その後私の運動は走り高跳びに変わりました。もっと高くなりたい。その結果なんと私は運動会の走り高跳びで金メダルを勝ち取り、身長も175センチにいました。カイロの子は別の道を進んでいく姿を父はどう思っていたのでしょう。父は空軍を退職して民間企業に勤めました。キラ社員から一生懸命仕事をしながらいろいろな技術を学び、部長に昇進し、そして社長になりました。知事は偉いなぁと感じました。私は仕事を始めたとき知事に習って頑張って部長まで昇進できました。でも社長になることはできませんでした。私は父を尊敬するようになりました。ある父は足が痛いと言ったので病院で検査した結果は高血圧と動脈硬化でした。そしたらしばらくして何度私も父と同様に高血圧と動脈硬化でした。なんとまあ私はこんなことでカイロの子はカイロになりました。健康のために私は父と一緒に太極拳を練習し始めました。太極拳をやったおかげで父私はお互いに理解できるようになり、カイロの子の外見はカイロではないけど中身はやっぱりカイロだと悟りました。父は90歳の長寿でその世を去りました。私は父の遺品を空軍歴史100
下に持っていて寄付したのです。感謝しました。私は若い時、視力不足で空軍に入ることができなくて、とても残念だ。すると艦長は、現在空軍は視力の合格基準が変わったのです。今なら、あなたの視力は合格だよ。もしかしたら、帰るのかは帰るになるか、ならないかは、時代のせいだったのかもしれませんね。私には、男の子が二人います。子供の性格、ご趣味は、私の時代、リポートも違います。うん。でも、私は子供に帰るのかは帰るにならなくても構わない。みんな生き生きと健康で何事も最善を尽くして迎え合ったら良いと思っています。本日私たちは飛行機のピッチの会場でスピーチができたことは何か不思議な縁もあります。最後に報告を言わせてください。私は昔厳しい知事に対して今を亡くなった事実を